最後なんかはたまたま入った感じでしたが、コースに入らない理由として稼働が遅いのかなとも思ってたんですけど、ローラー位置を下げての検証もやってみたらよかったな。AT バンパーにしてから随分復帰率が上がったので、ローラーが下でも大丈夫じゃないかなって思ったりしてるんですが、あとはフロントアンダーガードが余ってたのでつけたんですけど、これでまた走らせて様子を見ていきたいなと思います。いやー、それにしても小島のコース、でかかったですね。小島のコースに小学生が結構遊びに来てたんで、これからミニ四駆ブームがまた到来するといいですね。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。